毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。ではちょうど決戦やっていきましょう。今回選択チャレンジ、白馬さんね、先制取られました。SR 強桃子攻撃、やばい、攻撃に寄りすぎてる。テリー、おっと最後に強キャラちゃん後半。さあでも向こうの LR 次第じゃ全然ね、これは分からない。こっちちゃんとロバートでかなり差はあるけど、テリコか、これはもう勝てますね。テリコ、あ、キムね、全然いいっすよ。キム、テリコか、もうこれは勝てますね。ほぼというか、いや、もう 95% 勝ち。うん、申し訳ないキャラ選択ですけどね。まあ、チャン後半ちょっと強すぎるんでね、このメンバーやと。で、キムも悪くないっすよ、全然。ていうか、テリコとキムやったら、僕やったらキム取るな。キムはやっぱ、ね、踏ん張りもあるし、防御型として硬いんで。うん、チャンは。これね、このままいきます。このままいって、倒さない。てか、倒せないか。うん、倒せないね。飛燕山出ている。これでか、全滅を取れそうですね。まあでも、全滅とか別に狙う人もないんですけどね。チャン後半やから。一旦下げましょうか。一旦下げて、こういこうかな。こういって、そうですね、こういこう。で、飛燕山。まだ困惑しましたね。そうやな、まあ、これ全滅。ネームレスにチャン当てれたら全滅取れるけど、飛燕山か。もう一回調整聞くかな。スキル出たやばいな。スキル出たやばいからやめとこう。うん。チャン前にしようか。これでいきましょうか。あ、スキル出ないな。スキル出なかったら調整効くよね。飛燕山。そうっすね。調整効くな、これは。これでいこうか、じゃあ。状態上持ちもいないから、あ、ダイモンか。ダイモンのスキルで状態上しなかった時点で全滅っすね。ダイモンの、スキルが出なかったらもう全滅。螺旋。クリティカル出るが、うん、チャンは耐えれる。さあ、マキシマ。ダイモンスキル出てなかったらいいけどな。どう？出てる！よし！これはもう取りましたね、じゃあ。チャンここっすね。チャンから打って、あ、でも、スキルが、そうか。どうかな？暗黒雷光剣。どこをどうぶつけたらいいかな？まあ、暗黒雷光剣からでいいか。キムをネームレスに行ってみようか。キムね、まあ、これで全滅は、取れるかと。クリティカルや、めまいした。チャン後半のスキルが出てるからね。あ、いけましたね。まあもうどっちにしろキャラが優勢なんで全滅を取らなくてもいけたと思うけど、まあ取った方が早いんでね、取りましたけど。じゃあもう一回いきましょう。選択チャレンジ。サランクバトルをしてます。ズドドドド先生取られた。マキシマクリスね。マキシマ、取りますけどね。クリス、ビッグも強キャラやな。暴走来た。おっしゃ。暴走とロバート。クリス、ビッグ、結構強キャラっすね。ただ、マキシマとやっぱシンゴの方がね、僕はいいかな。ルガールとネスツ強や。クリザリッド、ギース、ネスツ強か。シンゴ、マキシマ。ネスツ強嫌やな。最終形ダッシュ行こうかな。これでね、火属性高めるっていうのもありやけど。まあでもメイリーかな。メイ。こう行こう。あ、ネスツ今日出さないんか。出されたらね、暴走打たれるから、暴走出さなかったんですけど。これはまあこのままでいいでしょう。スクラッパーか。こっちかな。あー、マキシマスキル出ない。スキル出てほしかった。シンゴスキル出た。マキシマスキル出たらね、いい感じに使えたんですけどね。お、いいね。なかなか今、スキルが出なかった。ほんなこういっとこう。熱質強出されるかな。マキシマ使いますけど。どうかな。これはもうジョーは倒していきたい。うん。で、クリスの怒りダウン。熱質強出されるかな。出さない。よかった。最終打てる。めまい。まあ、このまま行きます。メイから。
おお、いいね、クリティカル。メイはね、やっぱクリティカル出やすいからね。回収はメイかな。で、当然ルガール下げます。ルガール下げていく。うん。お、あくまで調整。ギース使って調整するの？結構珍しい形ですね。このまま行こう。シンゴは使う。もうここのルガール倒していきます。ルガール倒して、回収して。うん。熱室教と、もう一体 UR 何かな？クリザリッドやったっけな？多分クリザリッド。クリザリッド一体だし？ほうほうほう。かなり強引に来ますね。ティフォンレイジは出ない。このまま行きます。スキルが出てる信号。このまま行って、クリザリッドは倒さない。うん。このまま来たで。え？全滅じゃないの？それは。さすがに。さすがに全滅じゃないですかね。うん。ねえ。最終でしょ？で、マキシマ使う。全滅、あー、ないか。スキル出てなかったか、メイリー。まあ、シンゴはスキル出てます。もう4体倒しましたね。ビッグ、熱狂。マキシマ、ここ硬いんでね。さあ、これでもマキシマ多分生きる。ねえ。あー、でも厳しいか、エスパーで。どう？あー、ビッグ打たれる。やばいか。なんとか生きそうな気もするけどな。シンゴなんで。なんとか生きそうな気もするけど、シンゴから。やめろ！おい、来た、ハーブねー。これはちょっと向こうの人狙いすぎな感じしましたね。そこまで狙わんでもっていうね。途中でもう、初めの段階で熱狂出されたら、きつかったけどね、こっちは。じゃあもう一回行きましょうか。まあでも僕もよくあるからね、あれ。狙いすぎてミスってやられるっていうね。まあでも序盤であれ熱狂出されると多分負けてましたね。暴走もこっち出すタイミング難しかったし。先制取られました、3戦目。ドッドさんね、マキ来た、LR 確定や。シェン。最後 LR。G3、春英ね、むずい。G3 と春英。まあ僕は G3。春英でもいいと思うけどね。先制取られてます。指定対決。猫レオナ。暴走も行ってる。マガキか。マガキ G さん。で、クラウザー。そうか、マキなぁ。マキ別に先に置かんでもいいかな、これやったら。マガキは先に置いて、ゲージ貯めて。そやなぁ。ちょっと、ゼロ置いとくか。もう。うん。ゼロ置いとこ。春英が嫌やな。全滅を取れるなら取りたいけど、あ、創世やな、これ。創世クマっすね。こういっときます。ここはね、こうかな。ブリッツボール出てるんで。で、こんな感じ。うわー、なんか、ゼロ凍結したやん。せやん。お、使ってきた。じいさんゲージ溜まった。ゼロ凍結痛い。凍結なかったらこれ全滅やったんちゃうの？ガチで。ねえ。あー、スキル出てもうてるねえ。そうか。行くか。行こう。ゼロ痛いわ、ほんま。あ、ゼロなんか解除した。なんで？解除したで。そんな、じいさんそんな性能あったっけ？ねえ。これちょっと順番難しい。ネコロナ倒せるんじゃないの？こうか。あー、無理か。無理や。順番難しかった、今のは。っていうか、じいさんにそんな性能あったの知らんかったな。多分、弟子の状態上解除みたいな感じかな。凍結してたんですけどね、ゼロ。あ、ちゃうわ、ゼロの能力や。じゃあ、完全にゼロの能力やね、今の。敵倒したから、状態上解除か。てか、春英出してきてますね。春英も出してきている。ここは、ネコレオナがたまって、いや、たまらないな。ね、これのはまだたまらない。あれっすね。一旦じゃたまらないんで。だから、ここはね、キング行こう。こう行きます。こう行って、キング使う。そうっすね。あ、沈黙したな。これ、クラウザー使おう。沈黙、これ、イグニスに移せますね。マガキの状態上コピー、これ、移した。
で猫は、あ、ちょっと待って、やばい、あ、クラウザー倒してくれた、危な、ちょっとやばかったね、うわー、シュメ強いって、シュメマジ強い、あー、マガキ、ね、これ、じいさん撃てたらよかったけどな、行くか、ここ、シェント、シェント、マキで行こうか、こうか、行きます、シェント、マキで、シェンカラスね、こっちに。うわー、え、てか、マガキ、状態上してたっけ、猫の効果もしかして。お、これはでも倒せる。イグニス倒して。これ倒せるでしょ？よし！猫倒した。危ない。また俊英倒すだけなんですけど。じいさんをとにかく守らなあかんから。うん。これ、やめてね、じいさん飛んでくるの。スペクター溜まってた。やめろ、生きろよ、おじいさん。生きろ。うわー、最悪やー、もう最悪や、じいさんやられた、もう最悪や、もう俊英溜まってたか。いやー、まあアーデルハイド飛んできてもいけるかな思ったけどな、きついね。しかもあの状態上しすぎやって、マガキそんなに状態上する、自分状態上コピーするような能力持ってるのに状態上に弱いな、ねえ。うわー、俊英倒されへんか。マガキゲージ溜まったけどね。オロチ復活して、どう、復活してないわ、復活もない。マガキクリティカルで全員倒せへん全員倒せへん、全員困惑、おお、全員困惑、なんやこれ、これマガキ結構 HP 回復できるんちゃうのねえ、ここほらいや無理やな無理、まあしゃあない。じいさんやられたからね、今のは。じいさんやられてなかったら勝ってましたけどね。いやー、きつかったね、俊英。俊英がちょっと回転が早すぎてね、やられました。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。